化け物か。メリオダスといい、エスタロッサといい、貴様ら兄弟はよほど我に打ちのめされたいらしいな。時は満ちた。メリオダスを倒した。それが本当だとすれば、本気のメリオダスではなかったということだ。奴は強すぎるがゆえに、いかなる強敵をも侮ってかかる悪い癖があった。まあ自業自得だろうが、しかしこの俺は奴とは違う。相手が獅子だろうがハムシだろうが、全力で仕留める。我ら、あの状態のエスカノールの攻撃をも弾き返すか。ありえん。かすり傷一つ負っていない。武器を捨てて命乞いをする気ではなさそうだな。さあ、聖剣エスカノール。最高神が女神族に値し力だが、あれは人間だ。おそらくは神殿マイルから剥がれた恩寵が長き時を経てあやつの体に宿ったのだ。ということは。わからんな。これは魔神族と女神族との長きに及ぶ因縁の争い。人間である貴様が己の命を懸け戦う理由とは何だ。全ては友のため。エスカノール、あの冷酷非情のメリオダスを友だと称し、そんな生っちょろい感情など持ち合わせる男ではない。逃がさん。戦争エスカノール、貫け。ゲルザー。